することができなかったので、セフィロスの勝利画面なんかも Please be the fire screen. Please be him walking in the fire. Yes! It's the fire scene! Ah, that is amazing. And then he walks into the fire. Oh, man. That is amazing. Now I have to win all the time so I can see it all the time. That is amazing.Pause that because it's time. The time is now. はい、皆さんこんにちは、大乱闘スマッシュブラザーズディレクター空の桜井正宏です。今回は久しぶりにスタジオからお届けすることになりました。まあ私の部屋からの放送もそろそろ飽きてきた頃だと思いますしね。 We like your house. 実は今までのスタジオとちょっと違うところ、より広いところを借りてやっています。皆さんソーシャルディスタンスをスタッフも保ってですね、感染予防対策に気を配りながら進行しております。では早速参りたいと思います。まず最初に新しく追加されるミーファイターコスチュームをご紹介です。こちらどうぞ。 Interesting, they don't normally start with these. It's Barrett and Tifa. Oh no, they did my girl dirtyThis makes so much sense, though. This also makes sense. I just wish that she had been an actual fighter. It makes kind of sense. Chuckle ahead.those poor Geno fans, they just got...me costumed. というわけでフェイント気味のご紹介になりましたけどね、ファイナルファンタジー7以降 FF7 と呼ばせていただきますが、 FF7 ゆかりのコスチュームが増えました。エアリス、ティファ、バレットが入っていますが、これらに専用のヘアセット、つまり髪型はないんですね。これは調整をして入れていただければと思います。では本題のセフィロスのご紹介に行きたいと思います。まず最初にセフィロスとはクッパ大王謎を除いてゲームでは特に有名な悪役の一人ではないかなと思います。 FF7 に登場した伝説のソルジャーです。とある細胞、何細胞とは言いませんが、そのために人知を超えた強さを誇ります。最終的には究極の破壊魔法メテを用いて星の力を我が物にしようとします。特徴は長い剣の正宗。最新作 FF7 リメイクはスタイリッシュな映像が山ほど楽しめる作品で、私も続きが楽しみです。参戦ムービーも FFAC ファイナルファンタジーアドベントチルドレンに寄せてみました。Yeah, we already knew that, though. いやー、何しろマインクラフトの後に FFAC ですからね。このダイナミックレンジの広さはやっぱり退屈しない仕事だなと思います。面白いですね。では、ここから私が操作を直接行いながらご紹介をしたいと思います。例によってゲーム内のカメラは特殊なもので、また開発中のものであることもご了承ください。
では参りたいと思います。はい、これがエマグラにおけるセフィロスです。最大の特徴、やっぱり剣が長いことですね。剣が長いのでリーチがとにかく広いです。そして比較的長身です。長身ということは相手の攻撃が当たりやすいということ。そして長身の割には軽いんですね。すぐにやられちゃう。カラーバリエーションには上半身裸版を 7P、8P に用意しました。まあ全体的にセフィロスだから暗いイメージというのは保ったまんまにしますが、7P、8P は最終決戦仕様が楽しめると思ってください。来るがいい、目障りだ。声は日本語のみの実装になります。ご了承ください。そして、最大の特徴、セフィロスがピンチになるとこのように肩翼が生えます。肩翼が生えるといろいろな効果があります。まず、スピードや攻撃力が少し増します。そして、空中ジャンプがもう1回できるようになります。つまり3段ジャンプができるようになると。そして何より、スマッシュ攻撃にスーパーアーマーがつくようになります。とは言ってもダメージを防げるというわけではないので、使いすぎにはご注意です。例えばワンミスするとなくなります。相手を撃墜すると、ピンチは単純に蓄積ダメージではなく、試合全体を俯瞰して判断されます。例えばストック数が優勢の時には 100% 超えてもまだ肩翼が出ませんね。やっと出ました。Okay, so... ストック数が劣勢の時には So he gets the wing earlier if he's at a stock disadvantage and later if he's at an advantage. That's actually a really good way to balance it. 基本的な技をご紹介したいと思います。でもその前にスイートスポットについてお話をしておきます。例外もありますけれども、斬撃の場合、刀身の中央少し前寄りが強いんです。例えばこういう位置の場合、like if they had balanced Joker's arson like that, that would be pretty good. 一番近いのが7、真ん中が12、先端になると9になっていますね。ダメージが、斬撃は中央が一番強いのですが、月みたいなものは先端が強いことが多いです。By the way, what's up, Flepsy? How's it going? ご覧の通り、まず弱攻撃、他のファイターと比べれば出るのは遅めですが、セフィロスの技の中では特に早く出る方なので、相手に近寄られた時などに使いましょう。次にダッシュ攻撃、前の方に踏み込みながら攻撃する技で結構なリーチもあります。また、吹っ飛ばしも十分にありますので結構使える技かと思います。次に横強攻撃、見ての通りリーチがかなり長いです。そして上下に打ち分けすることができます。例えばダウンした相手には普通に打っても当たりませんから、そういう場合斜め下を狙って打つといいですね。次に上強攻撃、当てにくいですがリーチが長く判定も持続するという特徴があります。目の前にくっついた相手を打ち上げることもできます。Oh, okay. So can hit in front. また、例によって突き攻撃ですから先端が一番強いです。次に下強攻撃、移動するので牽制ができます。姿勢が低いので相手の攻撃を、くぐり抜けて攻撃することもできるかもしれないです。ただし相殺されなければの話ですが、次に横スマッシュ攻撃、威力のある全力スイングです。リーチも威力も吹っ飛ばしも十分にあります。だけど隙はかなり大きいです。仮にかなり遠くでシールドされた場合も反撃確定になってしまうのでご注意ください。次に上スマッシュ攻撃、かなり広範囲を襲う技です。地上の前後の相手にも当たります。まあ、相応に広いですが隙はやっぱり大きいのでご注意。下スマッシュ攻撃、これは瓦礫で結構広範囲を攻撃することができます。威力も高めです。地面に当てないと瓦礫は出ませんが復帰阻止をすることは可能です。
あと大事な機能、下スマッシュ攻撃はシールド破壊が強い。ダウンスマッシュでポップシールド。次に通常空中攻撃。この手の技としては範囲が全体的に広めですね。隙が大きいセフィロスの技としては早く出る方だと思います。なので牽制に向いてますね。次に前空中攻撃、かなり長いリーチを誇る主力技です。 OK、リーチの長さを生かしてこのように復帰阻止にも使えます。だけど当たりがすごく細いので見ての通り小ジャンプ攻撃なんかが当たらないんですね。なのでそういう場合横強攻撃なんかと併用すると相手はとても困ることになると思います。そしてもう一つ特徴がありまして、なんと前空中攻撃、壁に突き刺してジャンプすることができたりするんですね。 Hell, OK、so、これをいかにして使うかというと、フェイントに使うなどが考えられますね。そして後ろ空中攻撃、前空中攻撃よりは範囲が広い攻撃ですね。威力も高いです。なので前空中の代わりに振り向いて後ろ空中を使うとかはありですね。前空中攻撃も後ろ空中攻撃も地上ギリギリで出して当てることが大事なんですね。そうじゃないと地上の敵に当たらないので、小ジャンプで当たらない相手も、地上ギリギリなら当てることができます。 OK、 ただ前空中攻撃の方が後ろ空中攻撃よりも早く出るから、それを勘案しないといけないですね。具体的には前空中攻撃が、攻撃発生13フレーム、後ろ空中攻撃が16フレームとなるんですけど、そんなこと言ってちゃいけないですね。このゲーム、愉快なパーティーゲームを考えて想定して作っているものなので、そんな細かいことを言うのは、まあ大会に出る人ぐらいでいいんじゃないかなと。というわけで前空中攻撃当てると楽しい、後ろ空中攻撃も当てると楽しい、そんな感じでいただきます。次、上空中攻撃、広範囲の投げ払いです。先ほど上スマッシュ攻撃と言ってますね。まあ実際代わりに使うことだってできます。前方攻撃範囲などはあんまり広くありませんが、いろんな迎撃に使えるので試してみると良いかと思います。次に下空中攻撃、これは獄門と言われている急降下攻撃です。例によって床上からの攻撃にも使えます。Oh, dang. He goes to the platform. 攻撃範囲はかなり広く、okay. しゃがんでいてもこの通り、またその頭身の長さからものすごく床を突き抜けますので、崖外からの復帰阻止も可能かと思います。yes. 一応メテオもありますが、ちょっと崖外では使い物にならないですね。自分も自滅しちゃいますから。もしもメテオを使いたいなら足場を最低限キープして使った方がいいですね。次につかみや投げですが、剣を持ってるファイターというのは投げの威力は全体的に弱めです。これ前投げ、後ろ投げ、テレポートして投げてますね。Oh, wow. He actually teleports them. 上投げ、すぐにコンボにつなげます。Well, I like that. That's gonna be a nice little combo tool I love, present.まあ、投げの威力は低いといえど何らかのコンビネーションに使ったりとか、シールドを崩しにかかったりとか、そういうのに使えると思いますので、 Was that a down throw combo? てください。 Was that a down throw 5 hit combo? それでは、必殺技のご紹介です。通常必殺技は貯める段階によって3つの飛び道具を使いこなします。 Okay, so that's how it works. ほぼ貯めずに打つとフレア、距離が比較的長めで最後に爆発を行います。ちょっとだけ貯めるとメガフレア、それよりは距離が短いですが威力が抜群の攻撃を行います。そして最後まで貯めるとギガフレア、大爆発を起こして相手を強く吹っ飛ばします。フレアでさえ発射にはかなりの時間がかかりますが威力は絶大です。Alright, so you can't spam it like you can with Mario. 途中でためを止めることはできますが、ための保持はできません。Ah, you can't store charge. That sucks. 性質上、ギガフレアは空中では使えないことになると思います。ため時間が長すぎるんですね。ギガフレアにはこんな使い方もあります。Oh, you can actually smack them out of the Giga Flare with the Smash Attack? またこういう使い方もあります。噛んじゃう。こんな目の前で炸裂するなんて使い道があるのか。
なんていうことも考えられますが、実はちょっとあるんですね。それは後で説明します。一応吸収もできるんですが、大した回復量にならないです。なぜなら爆発した時が強いから。反射もできます。反射はギガフレアは絶対に反射されないことをお勧めします。もう蓄積ダメージゼロでも即死ということになりかねないですから。 God dang! 3つも飛び道具があるのは相当な強みだと思いますので、うまく使いこなしてもらえればなと思います。次に横必殺技、シャドウフレアです。 Dang! He reflected Giga Flare kills Sephiroth at 0% damage。 とにかく細い弾を撃つだけなんですね。貯めることはできるけれども、見た目そんな大きな変化があったようには見えないですね。でも、この弾全く異なる概念を持つ飛び道具です。この細い弾を相手に当てると周囲を回転する弾になるんですね。そしてしばらくすると誘導して爆発をします。ため度合いや重ね掛けによって相手の周囲を回る球の数が増えます。最大5つまで。So that's a side, side シールドをすることは可能です。シールドされることを起こして、掴むことも可能です。なお You can grab them so they can't block it。 こういう使い方もできるかもしれない。 Blue and Raven, thank you for the raid of 9 playersこのシャドウフレアはダイナントの場合、Welcome to the stream, everybody. 誰かが巻かれると、Just in time to watch the Sephiroth. なすりつけができるんですね。まあどっちに転んでもセフィロスには有利ですから、The Sephiroth Sakurai presents. なお吸収することは可能です。反射することも可能です。まあ実用的に攻撃に使うのはちょっと難しいかもしれませんが、Okay, because it doesn't reflect it directly at the person. 拾うことも可能です。拾うとどうなるか。こうなるんです。Okay, uses the bomb projector. 人の周りについてるものを拾っちゃうこともできちゃう。親切ですね。Oh, nice. 上必殺技、一閃です。Okay, up B is blade dash. これ、すぐに出せる。Oh, you can angle it in different ways. の技で、ファイアフォックスなどを持っていて、好きな方向に打つことができるんですね。相手に対して距離を取るためにも使えますし、Not much. Thank you for the raid, by the way. Much appreciated, everybody. JB Retro, thank you for the follow as well. 一戦だったのですが、ボタンを押し続けると発砲一戦という8回切りつける技になります。How was your stream today? こういう突進系の技には珍しく十分な撃墜性能があります。地上で出せば崖際では止まってくれます。Wait, which one was this? ちょっと置くともうどうにもならないので要注意です。距離には少しだけ差があります。Was this side B? これ Oh, it's a charge move. ハット一線の方がちょっとだけ長いですから、どうしても復帰したいという時にはハット一線を使うのがいいですね。もちろん本来は復帰に使うためのものです。Okay, so if you hold, you press the button release, it just goes in one direction. If you hold and release, it does multiple attacks while traveling in said direction. Hold it, okay. 次に下必殺技、閃光と言います。Oh, they even give Shatilla. カニカムシールドから閃光を一連で放つ技でカウンターのように使えます。カウンターと異なり、当たっても、They gave Shatilla. I like it. 当たらなくても、先行になるのがポイントです。Is he compensating for something with such a long sword? 受けた攻撃の強さによって先行がパワーアップします。見てくれの通り後ろからの攻撃には無効です。Sky, 残念なことに飛び道具は反射できません。防ぐことはできるんですけどね。さらにカウンター系としては珍しく強い攻撃に破られてしまうんですね。最大チャンスショットなんかもまあ厳しい攻撃です。ただしダメージは防げます。復帰阻止に使うこともできる。Okay. It sucks that it's not a reflex. 特に攻撃力のある上必殺技を持っている。Oh, I can already see. I can already see the nastiness people will be doing to others with that off stage. セーファセヒロスがメテオで超新星を起こし、星ごと破裂させるというダイナミックな技です。ここそれぞれの人たちが違うリアクションを取ってるというのにお気づきになりましたでしょうか。お気づきにならないと思うので寸前で止めてみようと思いますが、
右から1人は吹っ飛び、Reverse controls, 1人はキノコ、そして1人は、シールドブレイクを起こしているように見えますよね。原作でもそうだったのですが、ランダムである程度の効果が現れるようになっています。吹っ飛び、フラフラ、寝る、スロー、お花、キノコなんですね。 hey, hey, hey. フラフラになりましたね。こうなったらさっきのギガフレアからの横スマッシュなどで、I like that. I like the Giga Flare into a Forward Smash. 激追なども狙えるわけです。お花はダメージが大きくなります。普通に食らうよりもさらにでかくなってしまう。You think it'd be A or B? High B. これはキノコ。Definitely. キノコは怖いです。突然キノコにかかると復帰しようとして反対側に行ってしまいますから、これもまた蓄積ダメージ 0% からやられる可能性のある技ですね。などといろいろアドリブ性が求められる、スーパーノヴァ、お楽しみいただければと思います。ところで、クラウドの偶数カラーの切り札にも手を入れました。それも超級武神火山バージョン5です。ファイナルファンタジー7アドベントチルドレンに登場し、合体拳を分離させる技ですね。攻撃力など性能は奇数カラーと全く変わらないものになっています。なおご存知かと思いますが、クラウドの偶数カラーには袖ありと袖なしがあります。まあこれも原作ファンにおなじみのものですね。 okay. 次にステージのご紹介です。北の大空洞というステージを作ります。ステージの形状自体はシンプルにしましたが、アーケードがストーリーを追うようになってるんですね。これなんと FF7 の終盤の展開を含んでしまいます。しょうがないけど。なのでこれネタバレを見たくないという方は回れ右をした方がいいかも。いや、しなくてもいいかも。I mean, Seven's been out for 20 years, so.まあ、それに新しいリメイクでこのようになるとは限らないということなので、まあ見ていただければ幸いです。それでは参ります。 At least he warned you that there will be spoilers. ファイナルファンタジー7で最終決戦が繰り広げられたところです。約束の地、そしてリユニオンの終着点ですね。火口のような北の大空洞を俯瞰し、そして遠くにはジェットエンジン化したハイウィンド第2形態も見えます。セフィロスが星を滅ぼす黒魔法メテオを発動しました。それを阻止するためにセフィロスを倒し、エアリスが決してかけた白魔法ホーリーを解放するというのが、星の体内にどんどん増えていきます。原作にもこのように段差のようなところがありましたね。ピョンピョンジャンプしたりしましたけれども、北の大空洞は2000年前にジェノバが落下したところと言われています。そしてその後古代史を封印され神羅に発掘された箇所です。この辺りはリシディア・ファイナルファンタジーのステージに採用されたこともありますね。ジェノバ、シンセシスと戦った場所を彷彿とさせます。基本的な床も、この辺の床を参照しています。そしてこれが封印されたホーリーです。ホーリーが発動し、そしてパーティーが脱出を図ります。そして眼前に広がるメテオ、そしてホーリーが飛び出し、メテオ阻止に回ります。タイミングはここでそこに第3形態になっていたりします。しかしホーリーが発動するのが遅すぎたと言われてますが、メテオを止められません。そこで星の力であるライフストリームが湧いてきて加算するという、こういうお話を追うクルーズステージというのは今までになかったかもしれません。お楽しみいただければと思います。それでは実戦に移りたいと思います。今回は勝ち上がり乱闘をやってみたいと思います。例によって、本気度は一番高くして始めます。なぜかというと、これボスラッシュが楽しめるんですね。歴代ボスがいっぱい出てきます。まあもともとボスキャラらしいセフィロスだからこそ、そういうボスラッシュというのは合うんじゃないかなと思って入れてみました。
No matter what it is he's doing, he always makes sure to give it 100%, 110% of his love and care. いいのか、I mean, just look what he did with Minecraft Steve and Alex. Like, he already expressed his dislike of the Minecraft series in Smash, but he gave it literally 110%. And made them a nice characters to use in the game. I have mad respect for Sakurai.いて And it makes me question why everybody is so gung-ho about sticking to playing just Melee. Like, with all this cool and awesome stuff that Sakurai's put all his time and energy into creating in the newer Smash, why would you want to limit yourself to playing only Melee? Like, まあまあそんなに怒るのはやめようよ。You talking about Minecraft, Steve?ちょっと食らっちゃった。 I still don't like its inclusion in Smash. そんなに怒らない。怒らない。 I understood its inclusion, and the fact that it makes sense that it's here, I don't like it here. I would rather have had a Lego character. 危ない、危ない。 From a visual standpoint, I cannot stand looking at Minecraft. はい、ちょっと怪奇物っぽい、怖いと言われてるマルクですが、このキャラ本当はもっと怖かったんですよね。年齢推奨制限で引っかかっちゃいましてね。It wasn't suitable for all audiences. しょうがないからマイルドにしてみたんですけど、個人的にはもうちょっと怖くした。魔界植物かな。Oh wow! You know, I never thought about walking out of the screen to negate that.自分が割ったんじゃないです。Is Kirby rated M for something? I don't think so. お客さん目が変になってますよ。It's possible though. おった。Yo, this boss seems annoying. I know I've fought him before. I just don't remember him. おっと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 、危ない。ああいう血管表現。By the way, how's it going, Panda? 言われてるところですよね。How was the Onimusha? Nice.今のもちょっとキモい。ああ次次。あ惜しいな、パーフェクト取れてないな。次ドラキュラ伯爵です。一番最初の伯爵状態だと。なんだ伯爵状態って。頭にしか判定がないから、そこは気をつけなきゃいけないですが、見ての通り、ウエスマッシュとかで当たりがあるから、それはジャンプするよりも楽かもしれないですね。ここは素直にシールド。It was going well. Good. You heard a panda name? 無理すんのはやめよう。Probably. How's it going? おっと無理した方がいい。I'm doing good. No complaints. We got a lot accomplished today. We got 3 dubs and Fall Guys. さて。In the bit of time that we played today, and we were able to find at least one shiny in our hunts today.そう、スマッシュ横とかをうかつにやると全然隙が出なくて、食らっちゃうんですよね。気をつけなきゃね。Yeah, internet jumps just ruin everything. I can't remember what it was I was streaming the last time my internet just went out. I think I was streaming Ashes of Kanaka, and then my internet just dropped completely. なんとか片翼は出ないで済みましたね。いや出してもいいんだけど、むしろ出した方が。I don't remind him dying at all. 次魔王ガノン。I'm actually kind of curious if he started with only one health the whole time. 考えないといけないですね。何しろ光ってるここにしか判定がない。いや判定はあるんだけど、他がみんな全身無敵になってる。まあ無理せずに。I always liked Ganon as a boss character. チャンス。貯めちゃおっかな。痛いだろう。僕も。おっと危ない。Oh, his shield almost died. よしよし。これで、あ
he's trying to style with his side beat. Then he walks off the stage. 次ギガクッパです。スマブラデラックスみたいな。やっぱり攻撃が思ったよりも広いので何とかしなきゃいけないですね。発動一線で抜けてみたりして。Yeah, I never understood the whole Giga Bowser concept. ああいうことをしていちゃいけないんです、本当は。Like, he's not canon in any Mario game, so. つかみがありますからね、この人。It's still cool. I just never understood. 危ない。Like, when they announced Giga Bowser in Melee, I thought he was going to come to one of the Mario games in the future. But no, instead we get Cat Mario. I mean, Cat Bowser. まずいね。結構当たってないように見えますけど、もうあっという間に真っ赤でやられるなんてことありますからね。おお、これもよくない。ちょっと届いちゃう。Flare into Mega Flare into Giga Flare. Nice dodge. よし。獄門。Wait! Oh, he didn't die. 本気度 9.9 いっちゃいました。Surprised he didn't die. はい、マスターハンドとクレイジーハンドです。それが北の大空洞でなぜか戦うという。これは最初からまずいね。Okay. Oh, that stuns. まずい。Can't block it. Nice. もう6にダメージを与えていないのに、すでに蓄積ダメージが。座りたくない。Oh, those are the little warp galaxies that suck you in. Or dark holes or other colors things. うわぁ、このアングルを小さくされるのとても危険。Oh, they brought the screen closer. できれば、お、いいぞ。Well, isn't that lucky? He managed to get them both in the same spot. いってぇー。He's ついに片行くが出てしまう。Still smacked the heck out of you, though. まずい。これはまずい。Uh-oh, will Sakurai actually die in one of his events? はっ。Like, well, are we going to see Sakurai die in one of his events? さすがに。Nah, he's fine. お、これはいけるんじゃ。あとはクレイジーだけ。でも、一撃くらいはやられそう。今、掴もうとしたね、君。一人で10体ぐらい倒せばいけるかな？よーし。はい、終わりました。お疲れ様でした。さらばだ。Kind of feel like he was just putting on a show.Like, we knew he was gonna die. のまんまでしたが、はい、お疲れ様でした。ボスラッシュモード楽しんでいただければ幸いです。So Sephiroth is a boss rush mode. His particular 次に楽曲のご紹介です。Classic mode is a boss rush. 楽曲のリストはこちらです。新たな曲は9曲も追加され、FF 曲がなんと11曲になりました。うち4曲がアレンジで、いずれも聴き応えがあるアレンジになっています。これらミッドガルステージにも追加されます。今まで FF 曲というのは2曲だけだったんですね。それをして机にさんはケチだというような話をする人もいるかと思うんですが、それは違うんですよと大きな声で言わせていただきます。やっぱりですね、例えばキャラクターが何かのゲームに出る、コラボするという時にも曲なんて1曲もないっていうものの方が多いじゃないですか。世界で全て問題ないように、許諾を取らないといけないんですね。まあ、中には一社でちゃんと取れるものもありますが、複数の会社にまたがっていたりとか、国によって全然違ったりっていうことを、権利をみんな解決して実装しているんです。だからつまりスマブラがちょっとおかしいということで、認めていただければと思います。 Yeah, man, I can only imagine the amount of effort and work they had to go to.12月23日に配信予定です。Yeah, これはクリスマスイブイブですね。ファイターパスボル2があればそのまんま受け取り可能、単体でも購入可能です。ところで毎回スマブラに新キャラを加えるというのは本当大事なんですよね。Tuesday, so、だけどファイターが多いだけに、ファイター選択画面では多数の中の一つで埋もれてしまうんです。これで良いのだろうかと思ったりして、セフィロスはボスだからボスとしての強さにスポットを当てたいと思いました。そこで
これを見てほしいんです。Sephiroth can still make, I mean, Sora can still make it in. The Sephiroth Challenge. Oh, wow! He has his own splash page and everything? 期間限定出現の特別なモードを用意しました。これを倒すことができれば、先行してセフィロスと北の大空洞ステージを使うことができます。イージーノーマルはそこそこにするけれど、ベリーハードはかなり難しくする予定です。Wait, what? 本当は最初に選んだ難易度をクリアできなければ正式な発売日までセフィロスを先行して使えるようにしないつもりでした。ベリーハードを選んだ人にはそれなりの試練が訪れるようだけど、ハードすぎるかなと思う。Oh, that would have been such a good idea though. That sounded like a good idea. セフィロスチャレンジの配信日は12月18日から12月23日10時までの予定。Oh, wow.So, セフィロスを買っていないと実現しないので、これもご注意ください。So, さまざまなアップデートは本配信の23日に行われます。2P クラウドに超級武神ハザバージョン5が追加されたけど、これも23日からです。できれば楽しいと思い、セフィロスチャレンジを考えたけれど、実装には思った以上の手間をかけてしまい、スタッフには申し訳なかったです。ですが、この5日しか出ていないモード、できればいろんなファイターやいろんな攻略でベリーハードクリアを目指していただければと思います。確かな手応えがあります。ボスとしてのセフィロスの強さ、楽しんでいただければ幸いです。Wow. 戦場、小戦場、大戦場、終点において、全局抽選と折れ局セレクトから抽選方法が選べるようになりました。全曲抽選とステージセレクトからの選曲は、すべてのステージ曲が対象になります。折れ曲セレクトでメニューを切り替えると、戦場なら戦場の折れ曲セレクトの中から抽選されます。Okay. あと、ゲーム内でご紹介することができなかったので、セフィロスの勝利画面なんかもお出ししたいと思います。Please be him walking in the fire. Yes! It's the fire screen!Ah, that is amazing. And then he walks into the fire. Oh, man. That is amazing. Now I have to win all the time so I can see it all the time. That is amazing. 以上でセフィロスのプレゼンを終わりたいと思うのですが、that was amazing. 今回本当に収録に苦労しました。何せ機材トラブルがありましてね、どうも音響とかにノイズが混じるんですって。もしもうちで自宅配信の時にこのノイズが混じっていたら、もう配信できなかったんじゃないかなと思います。確認できるっていうのは大事ですね。そういう意味でスタッフさん、本当にお疲れ様です。というわけでお開きです。どうもありがとうございました。So, he comes out next Tuesday, but if you complete the challenge from today to next Tuesday, you can actually use him early.That's pretty dope. That's pretty dope.